アストロパン！大丈夫、大丈夫、大丈夫。落ち着けよ、アストロボール。君はただ雲に突っ込んでるだけだからな。猛毒弾に3回用だけど大丈夫？おい、いねえぞ。アストロボールどこ行った？ああ、お前とぶつかったんだぞ、金星。うん。死んだのか？うん、多分。やりすぎだよ、金星。やりすぎ。はあ、オッケー。いろいろあったけど、いろいろ間に合った。これでついに、この星から逃げられ。システム障害が発生。おい、ダメダメ。ああ、レッツゴー。ああ！やあ、みんな。今日も元気か？アストロボールが金星に衝突しました。はっ、また楽しい一日になりそうだな。アストロボールくん、まだ生きてるか？化けて出るのだけはやめてくれよ。はは、わかった。君は立派だったって家族にも。生きてますよ、大佐。けど今、大ピンチで、金星に不時着してます。よし、状況はよくわかった。すぐ弁護士を呼んでくれ。ちょっと待って、何言ってんですか？君の生存は絶望的だと言ってるんだ。もうちょっと長生きするかと思ってたんだが、まあそれがアストロボール君の運命だったんだ。僕まだ生きてます。大佐、ここから脱出します。やります。あったあった。生きて会おう。働くのバカらしくなってきた。大佐、彼を助けた方がいいんじゃ。わざわざ死体を増やすために金星に人を送るのか。ポールデーモンのオデッセイの世界じゃないんだぞ。ロボットを送るとか。ソ連が60年代にそんなことやってたな。ベネラ計画って習ったか？ソ連は金星にロボットを送り込んで、地獄の環境下で破壊されるまでの数分間、情報を受け取ることができた。けどもう60年は経ってるし。ロボットはコリゴリだ。コンピューター、船の状況を教えて。ロケットのポンプが損傷しています。離陸するなら修理が必要よ。じゃあどうすればいいんだよ。私に教えて。分かったよ。直せばいいんだろ。金星だってそんなに有毒じゃないだろ。酸性雨だって地上に来るまでに蒸発すると思うし、まあ大丈夫だろ。オッケー。はあ、宇宙飛行士学校で金星の講義半分サボってた罰が当たったってことね。大佐が言った通り、僕ここで死ぬのか。やあ、天皇星、なんか匂わない？僕のことバカにしたいならよそでやって。いや、気な臭いな。ああ、それ、僕じゃなくて？違うよ、原因わかる？平和？戦争ゲームだよ、特にウォーサンダーだな。ウォーサンダーはこれまでのゲームの集大成のような戦闘ゲームだ。2000以上の戦車、飛行機、ヘリコプター、船がある。どの機械も精密に作られていて、ダイナミックな戦闘のために細かい部分まで再現されている。そりゃ面白そう。僕カスタマイズするのとか好きなんだよね。もちろん細かいカスタマイズもできる。活かした迷彩や 3D デコレーションまで。へえ。グラフィックも美しいの？画質は 4K だ。音楽も美しい？現実さながらの SE と最高の BGM だ。美しい演出は？すんごい演出が山ほどあるぞ。オッケー、やってみるよ。けどゼロから始めるっていうのはちょっとな。概要欄のリンクを使えば、たくさんのプレミア戦車やブースターなどいろんな特典がついてくるぞ。僕はお得に始めちゃうよ、ナレーターさん。今すぐお得にパソコン、プレステ、XBOX で遊ぼう。じゃあ動画に戻るぞ。あなた、真っ暗な空間も楽しめてるかしら。ごめんね、暗い話題すぎた。面白いよ。ちょっと新規言って。僕今宇宙にいなくてさ、地獄金星にいるんだけど、それがヒューストンと連絡が途絶えちゃったんだ。金星？あの星って別に地獄ってわけじゃないでしょ？だね、ちょっと言い過ぎた。何事もポジティブが大事。そうね、あなた忙しいんじゃない？実は今君の助けが必要でさ。私が？出たわ。金星の温度は平均華氏870度、500度弱よ。鉛が溶ける温度だわ。宇宙船が耐えられてよかった。エアコンも壊れなかったし。そうだ、夜は冷えるの。このまま待ってれば温度は。忘れて。金星の1日は地球の243日分。どれだけ経っても温度はほぼ同じみたい。雲が熱を逃がさなくて、いわば大きなオーブンの中ね。そりゃ肝が冷えるな。暑いのよ。分かってる。他に情報は？外気の圧力が水深900メートルと同じなんですって。
まさに今すごいプレッシャー感じてるよ。あなた、親父ギャグばっかり言うのやめて。本当に今危険なのよ。ああ、大丈夫、大丈夫だから落ち着いて。今日はいい天気だね。私を気遣って明るく振る舞ってるの？いやあ。おい、俺も混ぜろよ。やだよ、地球人殺し。金星なんて嫌いだ。じゃあ元々好きだったのかい？アストロボールは死にかけてるだろ。お前の猛毒の大気に飲み込まれてよ。また美の女神って呼んで欲しかったら早くあの毒なんとかして。俺は美の女神なんて呼ばれたかねえ。早く。そうか、邪魔したな。いやー大丈夫、安心して。これも僕の仕事だよ。あ、けど一つだけいい？放射能で死ぬまでってあとどれくらい時間ある？あれ、もしもし。おい頼むよ、なんで通信できないんだ。いや、知りたくないな。俺は行くからな。何にも聞こえない。だから行っちゃうからな。いいな、お前は今太陽系の中で一番熱い惑星にいるんだ。船を直すならどうする？考えろ考えろ。やっぱアストロボール。ストロボール。あ、そうだ、隕石から鉱物を集めてたんだった。鉱物をうまく使えば宇宙船を直せるかもしれない。コンピューター、あの隕石どこに落ちた？現在地から約3キロ。座標をバイザーに送ったわ。アップグレードした宇宙服の 3D プリントよ。金星で数時間生きられるわ。そりゃすごい、ありがとうコンピュータ。時間の間違い、数分間だったわ。それでもできることはまだあるから。もしかしたら数秒。コンピューター、冗談。熱すぎ。本当にオーブンの中にいる気分だ。よっしゃ、脱出の準備だ。大丈夫ださ、やることは単純。お前ならできる。